皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日もストリートファイターデュエルやっていきたいと思います。はい、ということで皆さん今日もよろしくお願いします。ガチャ引くんですけれども号機が出ません。出ねえよあんなの。うん、マジで出ねえよ。ということで、まあそういう愚痴を吐く回ではないんですよ。今回はですね、皆さん、パーティー編成についてやっていきたいと思います。はい。結構ね、パーティー編成、ちゃんとやってないと損してしまうんで、よかったらね、ちょっと見ていただいて、なんとなく覚えていただけたらいいのかなと思います。はい。ということで、やっていきましょう。はい。ということで、やっていきましょう。まず、パーティー編成で、大事なことはですね、陣営ですかね。一番最初はここかなと思います。皆さん大体分かっていらっしゃると思いますが、一応説明していきます。一番ベストは、同じ陣営のファイターを4体で、別の陣営のファイター2体、これが一番ベストな組み合わせですね。 HP ボーナスプラス 20%、 アタックボーナスプラス 25% ですね。ちなみに別のファイターを2体入れない状態、同じ陣営のファイター4体だと、まあ、アタックボーナスが 20% になるだけということになっております。はい。やはりヨッシーのおすすめはですね、魔王ファイターを1人入れることですかね。魔王ファイター1人でも入れれば、ディフェンスボーナスプラス 15% で、さらに2体入れることによって、スピードプラス10ということでめちゃめちゃ強いんですよ。なので、頑張ってみてさん、魔王ファイターを1体、手に入れていただければいいかなと思います。はい。まあでもね、ジュリとかって手に入るよね。なぜ手に入るかというと、ごめんなさいちょっと脱線なんですけど、まあそれこそこの運命のタロットの交換テントでしょ。こちらの、タウンショップでも手に入りますね。でこのタウンショップはどうやって手に入るかというと、このコインなんですが、これシャドルシティやっていただければこのコインもらえるんで、ジュリを獲得することができます。はい。なのでね、魔王陣営のキャラクター欲しかったらまずジュリをゲットしましょう。はい。陣営についてはこんな感じですね。まあ僕のおすすめとしては魔王ファイターを入れましょうっていう話ですね。はい。ということでお次はこのパーティーの組み方ですね。どういう風に配置していいのかっていうところだと思います。それをちょっと詳しく説明していきます。はい。で、まず各キャラクターっていうのは役割を持ってます。なのでその役割について覚えておいてください。はい。こちらをご覧ください。まずファイターっていうのはこのアタッカーがいたり、このタンクがいたり、このアシストがいたり、このアサシンがいたり、このバランサーっていうのがいます。各キャラクターそれぞれですね、役割があって、役割に合った配置をしてあげるとすごく強くなります。ただこの役割をうまく考えないで、まあ、このキャラいいな、このキャラ強そう、このキャラがいいじゃんって組んでしまうと強くね編成できなかったりするんですよ。そこが結構もったいないところで、まあしっかりとこれさえ理解しておけば結構うまくね強く編成できるんで、ぜひね覚えておいてください。はい。まずですね、このようなタイプがあるっていうことは覚えておいてください。はい。ということで、それぞれのキャラクターの役割についてお話ししていきたいと思います。はい。まずですね、一番前方こちらに来るキャラクターはタンクになるんですが、タンクっていうキャラクター一体どういうことをやってくれるかというとですね、まず後ろの仲間たちを守ってくれます。でさらにですね、自分にこのダメージ軽減のバフとかをかけてやられにくくしてくれるんですね。はい。そういった役割になっていますので、一番前方に出ていただいて戦っていただくっていうキャラクターになってます。ただしタンクじゃなくても例外が存在しますよね。うん。このゲームの中でおかしいやつがいます。それがこちら、このベガチャマですね。ベガチャマっていうのはアタッカーなんですが、まあ最強のタンクでもあるんですね。うん。まあこれはですね、別に覚えておかなくてもいいんですけど、まあ単純にこいつはですね、味方が生きていると生き返り続けるというとんでもねチート能力を持ってますんで、こいつのことはあまり覚えてなくていいです。
はい、実際にね前に出るキャラクターはタンクということで覚えておいてください。はい、2番目がこのザンギエフちゃんですね。このザンギエフちゃんは、バランサーになってます。攻撃もできるし、なおかつ、守りも強い、プラス、スピードも速いですね割と、うん、なのでかなり何でもできるキャラクターになってます。なので、まあ、この枠としては、バランサーが入ったり、もしくはアタッカーが入ったりします。はい、なのでそこら辺も考えて入れておいてください。まあ、さらにねタンクをもう1体入れておくとカチカチパーティーにはなりますよね。うん、でカチカチパーティーにして後ろの方に豪気を入れたりして、瞬獄殺、後ろのキャラクターを倒すっていうね、かなり強い能力を使うっていうのもありだと思います。はい、ただ俺はさ豪気引けねえからさ、引けたらそういうパーティー紹介しますね、待ってて皆さん。ということで、3人目のキャラクターがチュンリーになってますね。はい、チュンリーは、アサシンタイプのキャラクターになってます。アサシンタイプのキャラクターはどういったキャラクターかというと、後方の方からですね強い攻撃を使ってくれるっていうキャラクターです。割とねスピードが速いキャラクターが多いです。はい、なので一番後ろの方にいていただいて、やられないようにね立ち回っていただくのが大事。うん、なのでタンクやバランサーの方々に守っていただきましょう。はい、で一番最後がここの枠ですね。ここにですね、サポーターのキャラクターを入れてください。例えばこのエレラちゃんだったら、回復することができますよね。うん、でまあ他にもねこのサポーターできるキャラクターっていうのがいて、例えばですねローズだったり、そうですね、味方のバフをかけれるとか、そういった能力を持ってますよね。うん、なのでそういったこの前線に出て戦うんじゃなくて、後ろからスキルで援護してもらうような形のキャラクターはここに置いておいてください。はい、なぜならやられてほしくないからですね基本的には。うん、ということになっております。あとここにですね配置するキャラクターがいるじゃないですか。はい、このキャラクターたちっていうのはステータスの高いキャラクターを置いてください。それがこちらに反映されます。なのでしっかりとステータスが強いキャラクターを選んで置いてください。で、これを置くことによって何が起きるか今見て分かりますけれども、 HP がプラスされたり攻撃力がプラスされたりします。はい、なので、まあ、それぞれに合ったところに置いてください。なのでタンクの人にはなるべくね、ここのアシストしてあげてあげるとなるべくやられにくくなるかなと個人的に思っております。はい、まあ、こんな感じで組んでいただければね、かなり強く組み込むことができます。で、このようにパーティーを組み終わりましたね。そしたらですね、コンボの方を見てください。はい、コンボ設定をしっかりしていただくと、キャラクターの強み等がねしっかりと活かされてくるんで、まあ、ぜひね組み込んでください。で、今の状況だったらですね、まずですねチュンリーに必殺技を打っていただきます。はい、でエレナをサポーターに入れてるんで、コンボ1はエレナにしてください。なぜならコンボ1で、回復してくれるからです。なので、ここは必ずコンボ1はエレナにしましょう。はい、でお次なんですが、お次はザンギエフの、範囲攻撃ですね。範囲攻撃って結構強いんで、しっかりと使ってみてください。で最後はチュンリーといった感じで、しっかりとコンボを組んでいただければね結構強くなります。これ逆にねちゃんとしてなかったら、なんかうまく発動しなかったりでキャラクターの強さっていうのが活かされなかったりすることもあるので、まあ、しっかりとこのコンボ設定というのは見ていただいて設定していただければいいかなと思っております。はい、そしてですね、パーティーが完成したらしっかりとこのプリセットで保存しておいてください。はい、ここに保存しておけばですね、まあ、すぐ使いたい時に、切り替えることができます。このワンプッシュで、切り替えることができるので、かなり便利な機能になってます。そしたらですね、相手のこの陣営に合った、キャラクター編成をしておけばですねポンポンポンとできるし、コンボ設定も勝手にやってくれているんで、このプリセット機能っていうのはしっかりと、活用してください。こんな感じで組んでいただければ、かなりねクリアしやすくなったりとか、対人戦でも勝ちやすくなったりするんで、まあ、いろいろと試しながらやってみてください。で、まあ、それにあたってなんですが、
こちらの武道の修行に関してですね、ここのですね、この陣営のキャラクターっていうのをなるべくね、まばらに振り分けてほしいんですよね。うん。じゃないと相手の陣営に合ったキャラクターっていうのがうまく揃わなくなったりするんで、例えばですけど、疾風ちゃんと4人とか、この雷鳴4人で炎4人っていうのをしっかりと意識してこちらの武道の修行に入れていただければね、割とちゃんと対応したキャラクターで戦うことができます。はい。でこの時注意なんですが、これもですね、ちゃんとタンクだったりアタッカーだったり、アサシンだったりですね、サポーターだったりっていうのも考えながらですね、ここに入れてください。そういう風にやればですね、相手の陣営に合った戦い方ができますんでね、ぜひ覚えておいて損はないかなと思います。はい。ということで以上がこのパーティーの組み方になっております。まあ少しでもね、誰かの役に立てば嬉しいです。はい。ぜひ皆さんもこちらのことを活用しながらですね、少しでも前に進んでいただければいいかなと思います。はい。ということで、本日の動画は以上になっております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。はい。皆さんもぜひ号泣を当てましょう。私も号泣が欲しいということで、またお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。